はい、皆様ごきげんよう、あきよみです。今日は、久しぶりにハンドスピナーを紹介したいと思います。こちら、キネティックスエイジアパシフィックさんのところで、ハンドスピナーを2つ購入したので見ていきたいと思います。はい、では開けていきます。中はこちらの革製のポーチに入っております。裏にこの刻印といいますか、模様彫りがされてますね。こちらが、2つついております。で、あとはこちらのクリーナーと、あと予備のベアリングですかね、がついておりますので、手元で見ていきましょう。はい、では中がこんな感じで、外箱、この箱に入って届きました。各種に、ステッカーが貼られていて、こんな感じですね。で、この袋の中身見ていきますか。これは、カード、中身ペンタゴンミニのグローでベアリングタイプが書かれています。こちらと、あとはローズ XL のグローのベアリング R188 ですね。このメーカーさんなんですけど、カード金属でできております。薄いんですけれども、しっかりしててなかなかいいですね。こちらと、あとはステッカー、こちら四角バージョンと、あと丸く切ってある、ここの同じものと、あとここに貼ってあるのと同じシールがついています。それと、あとベアリングと工具、それとこのクリーニングクロスですね。ちゃんとメーカー名、刻印入っております。では、中身見ていきたいと思います。まずはこちら、ペンタゴンミニの、ターボグローのイエロー、それとローズ XL の、これも黄色ですかね、なんか色選べたみたいですけど、これ光ってみなきゃ分かんないんですかね。まあ、とりあえず見ていきたいと思います。で、あとで電気消しますんでね、光っているところも見たいと思います。まずはこの真空パックから出しますか。2つともざっくり開けちゃって、回転とてもいいです。軽くてなかなかですね。で、ローズいいですね。で、こっちがローズの、こっちがペンタゴン、一応 UV ライトを用意したんですけども、これはしばらく当てて、で光っ、紫外線を吸収させて、こうですね、軽く当てるだけでも十分光りますんでね。こんなもんでいいでしょうか。じゃあ
消しますね。あ、全然これ黄色ですね。黄色もっと消しましょう。この部屋の照明自体を落とします。あ、めっちゃ光るけど黄色。なんか片方イエローで片方ブルーにしますよって話をメールでやり取りしたんですけど、全然これ青ですか？わからん。全然いいんですけど、もう何色だろうか、何色だろうと別に僕は構いませんが、あの光ターボグローならいいんで。はい、じゃあこんな感じですね。まあよう光りますね。こちらを、今日は見ていきました。キネティクスアジアパシフィック EDC、では簡単に比較していきたいと思います。まずはこちらのペンタゴンミニから、こちらがジルコニウムのペンタゴンミニなんですけれども、大きさは全く一緒ですね。こちらとあとローズ XL、 これもジルコニウムのローズ XL なんですけれども、大きさは同じで、持ち手の形状がこっちが模様が入ってるのと、こっちはなんかカットが美しいものとなっております。ね、とアルミ製の普通のローズスピナーですね。これは一回りちっちゃいですねとなっております。重さは今はジルコニウムなので 69.8 なんですが、こっちはもうだいぶ軽くて 20g ですね。で、念のためこれアルミ製です。あ、こっちの方が大きい割には軽いんですね。アルミよりも 25g で、でペンタゴンミニが 26.6g と、でペンタゴンのジルコニウム 59.8 ですね。僕はこのジルコニウムがめちゃくちゃお気に入りです。すごい綺麗なんですよね。はい、ではこの動画は以上になります。はい、キネティクスアジアパシフィックさんは結構面白いスピナー、めっちゃかっこいいのが結構出してたりするので、よくお取り寄せしてるところですので、皆さんもよかったら、サイトを見てみてください。ではごきげんよう。